剣岳は別山をね、それは一般登山道最高難易度に設定された試練の道だ。急峻な岩場が続き、激しいアップダウンに体力を奪われる。13の鎖場があり、油断すれば命の保証はない。ひとたび恐怖に取りつかれると、冷静な判断を欠き、心身ともに恐怖の尾根の餌食となる。これすなわち、人食い尾根。それでも多くのハイカーがこのルートに魅了され、頂を目指す。その理由は、頂にたどり着いた者のみぞ知る。皆さんこんにちは。登山大好き林木です。このチャンネルでは、登山やギア紹介、山飯などの情報をお届けしておりますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録していただければと思います。10時49分です。剣沢キャンプ場出発します。トラバースしてね、まずは剣山村を目指します。30分ですね。はあ、今日はアタックザックで向かいます。いやーなんかね、ちょっとコースで初めてのねルートなんで、しかも岩登り先行するハイカーさんがいるとね、ちょうどルートトレースしやすくていいんですけどね。朝日が昇ってきました。朝日に照らされる剣岳とは言いつつも、もう前剣しか見えなくなってきましたかね。いやー、これで気温が一気に上昇して暑くなってきちゃうな。あそこ登ってくるのかい。さあ、ここからが本番だぞ。剣岳の案内図があります。この先は急峻な岩場が続きます。鎖が設置したとね、それを 100% やるなというのが書いてますね。はい、ここから今現在地、ここ剣山荘一服剣大岩、ここ下りが危ないって言ってたとこ、前剣の門、映像残るこの、ね、橋がね高度感があるんですよ。で上りはカニの縦ばいで、下りがカニの横ばい、ここが確信ですね。はい、じゃあ覚悟決めていきますか。剣岳は上り下り合わせた13の鎖場があると言われています。それぞれね気の抜けない難所になっているということで、まあその中で特にねウルトラ級に難易度が高いのがカニの縦ばいとカニの横ばい。失敗したら即アウト、一発退場の最難関ルートです。まあ、ちょっと今回ねその13の鎖一つ一つね解説していけたらなと思います。早速鎖が現れた。もう現れた、早いね。別山尾のルート一番目の鎖、名前なし。なんだい、名前なしかーい。一本目の鎖場行きましょうか。まあとは言ってもここはまだ全然鎖使って登るような場所じゃないね。まあ、ここで今のうちにトレーニングクライミングをしながらね、足は手がかりっていうところね、こううまく3点指示で登る練習をしながら行くってことですね。体が硬いのがたまに傷なんだよな。よいしょ、手を動かす、足を動かす。雪石だったよ。はい、もうクリアです。ここはもう本当にこれから始まるぞっていうね身を清めるじゃないですか。まあ、そんなような場所でしょうね。2つ目の鎖場登頂。到着です。カニの横ばいの練習ですかね。クリアだ。受け取り機到着しました。はい、こっち剣岳方面振り返るとですね、前剣の存在感がドーンです。登ってる人いますね。じゃあいよいよ本格的な岩登りが始まりますよ。富山県の注意書きがあります。この先前剣にかけて浮き石落石に注意してください。ガレバットですか。めっちゃ急だもんね。確かにこれはメットナイトやばいやつだね。落石ポイント。よいしょよいしょ。一応石を落としちゃったら声かけますけど、ちょっと注意してください。はい。左か。ああ、きついわ。マジきつい。ああ、きつい。なんですけどね、これっすよ。上ロッククライミングさあ行くかいな。 3点指示でも一応足場と手がかりはあるね。スリッピーのポイントにかけないようにしないとね。よいしょ。ああ、えら。けだわ。えらいきつい。ああ、まだ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 あるね。もうルートなんかマーキングしてあるけど、もうほぼバリエーションだこれ。ああ、きついわ。はい、3番目の鎖場です。前剣多いわ。ここがなんかね、結構下りで事故が多発しているポイントらしいですね。まあ、上りなんで慎重に行きたいと思います。ガイド。よいしょ。どうぞ、いいですよ。めちゃんこ早いですね。一気に持ってそのまま楽なんですよ。すごいですね。ああ、きった。もう疲れたね。ああ、すごい眺望。4番目の鎖は到着です。さて、名前があるかね。前剣。あー、まだ前剣はね、結構あるぞこれ。いや、あるね、結構。ああ、トラバースか。ここはなんてことないダミーの鎖場でした。ちょっと悪天候時にはね、役に立つんでしょうけどね。まあ、今日は完全ドライなんで特に使わなくても大丈夫でしたね。あー、前剣近くて遠い。到着。前剣到着しました。あー、四方見えだ。剣が見えた。ああ、疲れたね。ちょっとガスが上がってきてる。ああ、剣沢石鹸は見える。すごい。もう後ろ建山の方はガスが上がってきてますね。まだ剣は持ってくれてます。さあ、それじゃあ前剣出発します。目指すはそこの四方剣岳。ああ、まだこっからがね、こっからが本番って感じですもん。これまではね、さほど野外ポイントなかったですもん。登りがきついだけだった。ここからは多分本気の野外ポイントが現れると思います。じゃあ頑張っていきましょう。あ、登り専用左かね、右側バスだったんでこっちですね、登り専用。おっと、やっぱりいよいよ本気の鎖場現れましたよ。あ、あれが噂に見たはしごですね。スリル満点のルートになってるようです。じゃあ頑張っていきましょうか。気をつけてね、慎重に。安全第一です。そっちはしごの方が上りだと思いますよ。矢印どうなってます？こっちはちょっと出ますよね。ですよね。ね、確か上りがはしごの方だったと思うんで。この先、鎖場まで浮き石が多いので注意してください。まだこの真下に下山道があるので石を落とさないように注意してください。はい、了解です。さあ、徐々に上りの確信、カニの縦ばいが、ね、迫ってきてるんでしょうね。5番目の鎖。よいしょ。前剣。おお、なかなかやっぱり高度感ありますよ。足元ね、見てください。結構こう幅があるんで、下見るとね、やっぱり高度感があるのめっちゃ怖いって思っちゃうかもしれないですけど、どっちかっていうとこの足場ちゃんと見ていけばね、これでもカニの横ばいじゃないからね、これ。足場あります。しっかりと。じゃあ念のため鎖は補助で持ちますか。よいしょ。次どこに足？ここだ。あ、クリア。結構なトラバースだったね、これ。2番目の鎖は到着です。ここもマネツルキか。名前はないですね。6番目の鎖場はプライムダウンですね。斜め下に足場は覗き込む。股の下から見るんじゃなくて、斜め下、足場を確保しながら行きます。クライムダウンです。はい、足場を確保しながら行きますよ。やっぱりクライムダウンの安定感は半端ないですね。なんとなくクリアです。6番目の鎖、あと7つ。あ、ここまで登っていたら早月がね見えましたね。早月小屋ね、バンバ島の方はあっちでしょうね。で剣、いやー、いよいよ目の前に迫ってきました。わ、すごいな、この大迫力ですね。あそこの尾根筋、人が歩いてるのがわかります。じゃあもう一度ね、気を引き締めて慎重にいきたいと思います。もう疲れて、ルビさんはよくわからなくてきた。ああ、きつい。きついしかねえな、これ。普通に超きちい。でもまあ徐々にピークが近づいてきてるっていう雰囲気は出てきましたね。もうヘロヘロに疲れたところで7番目の鎖場に到着です。平蔵の頭、ここで一番嫌いなやつあるんですよ、このピン。こいつね、どうやって登ってるのって感じなんですよね、これ。槍もね、こんなんあって。ピンね。だってこれどう考えても横に足かける感じでしょ。こういう風に、ステップ踏んでいくって感じで。やだね、このピン。よいしょ。ああ、ピンやだね。よいしょ。よいしょ。で、あとこの垂直の壁登ってくの。やだな、おい。足だけしっかり確保して。ね。足確保していくよ。よいしょ。足さえしっかりね、乗せておけば、落ちないんでね。はい。よいしょ。足をしっかり確保してと。ここ。よいしょ。やべえな、これ。さあ、ここどうしよ鎖めちゃくちゃ使いまくってクライムダウンしてっか。よいしょ。平蔵の頭クライムダウンできます。足ちゃんと足を確保してと。足だよね。ちょっと確保しとけば落ちないよと。斜めでやだなこれ。何この斜め。足どういう感じ持ってくるのが正解なんだろうね。斜め。これ面に沿っておるときはいいじゃん。角度が悪かったんだ。よしだ。よし、もうだいぶいいぞ、これで。まだもうちょいあるね。まだもうちょいある。よいしょ。よっしゃー、クリアー。平蔵のコルです。鎖が2つあるけれど、多分矢印のある右のルートなんでしょうね。右の方に行きたいと思います。平蔵のコル8番目。もはや恐怖心よりもしんどさが勝ってるので、あんまり高度感うんぬんって感じはないですね。ただ慎重にいかないとね、集中力切らしていかないっていう話なんで、そこだけはね、しっかりと先人の教えを守っていくぜって感じですよ。しっかり足場確保して、ね、よいしょ。 OK、 足 OK、 足 OK。よっしゃ、クリアだぜ、平蔵のコール。ただめちゃくちゃしんどい。めちゃくちゃしんどい。断崖絶壁。じゃあ、これ抜けてたらめちゃくちゃ滑るんだろうな、これ。ああ、しんどい。動機で降りる、これ。いや、これです。カニですか？カニです。おー。あ、だけどなんかこう下から見る感じだと足場があるんで、そうですね。思ったほどじゃない感じかもしれないですね。鎖があって足場があるんで、はい、僕想像してたのなんかもう本当に垂直の壁なんか登っていくんかなと思って。いや、来たね、これ。ついに。来た来た。ここはちょっと慎重に行きましょう。全集中、カニの呼吸。カニの立てばい。これが落ちたらアウチです。人がいればそうだね。よいしょ。彼の立場立てばい通過中です。おー、すげえな。足はこのわずかに1センチのピンのみ。よいしょ。あー、集中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 、切らすなよ。よいしょ。足場ピン。OK。 足足、よし。浮き石は大丈夫っぽいですね。ええ、ただ人が落ちてくるかもしれないです。よいしょ。集中。足足足。よいしょ。よいしょ。足、よいしょ。足、よいしょ。やばいとこ来たぞ、これ。足場がない。よっしゃ、クリアー。超怖え。クリアしたぞー。やべえ、めちゃくちゃ怖かったわ。ああ、もうダメだ。恐ろしいな。見てる方が怖いわ。ああ、怖かった。早月米田の合流地点に着きました。ああ、疲れた。ほんと疲れた。ちょっと早月米田の方見えるか覗いてみましょうか。どんな感じなのか。おお、こっちもなかなか高速感ありますね。ああ、しんどい。にしてもしんどい。小屋が見えます。ああ、しんどい。もう疲れ果てて何も言えないって感じ。もう山頂はすぐそこなんでしょうけど、もうダメだ。かつてないほど疲れたよ。かつてないほど最後まで岩登りだよ。さすが剣だ。あともう少し頑張ります。心が見えました。山頂でしょうか。山頂、しかも残念ながらこれ東側虚無だぞ。これ虚無。すべての視聴者の皆さんの健康安全祈願、安全と健康を祈願していきます。今日はこの難攻を乗り越えた先にね、これきっとご利益ありますよ。やっと到着。ああ、着いた。ああ、着いた。疲れた。めちゃんこ疲れた。で、山頂にたどり着くことができました。今回はね、ちょっと視聴者の皆さんの健康と参考の安全をね、祈願してお参りしていきたいと思います。二礼二拍手。剣登頂しましたよ。もう山頂ガスガスで眺望はないですね。さすがにこんな剣のリベンジして晴れた山に登りたいなんていうのはね、もういいっす。まあだけどちょっと少し粘ってね、眺望晴れるのを待ちましょうか。可能性はあるかもしれないんでね、時間はまだたっぷりあるんで。粘ったんですけど結局ガスが切れないんで、もう下山することにします。下山する方向は結構ね、眺望こんな感じで、まだギリギリ見えてますかね。はい、あんまりガスガスになっちゃう前にね、降りようと思います。まだね、下山の確信が、カニの横ばいが残ってますからね。それよりもね、結構この別荘をね、ルートが長いんで、体力消耗するんですよね。しかもなんか思いっきり腕力だけで登るようなポイントもあったんで、れはね、本当に日頃からトレーニングしてないとあかんやつですよ。もう桃が結構来てますもん。アミノバイタルチャージしました。一応念のため効かないかもしれないけどね。すごい岩岩でしょ、このルート。大変っすよこれ。ああ、もう持ってきたんだけど、これもなかなかの急登っすよこれ。どうですかこの別山をね。ちょっとこの感じ写真撮っとかなあかんでしょう。立山地獄谷も見えますね。どういうルート、向こうから登ってきたのか。よし、いや、しびれるね。顔料体しょ。鎖は鎖はにしても疲れた。この帰りにこの筋力が持つかっていうのが心配よ、本当に。どっち？こっちか。カニが怖い。もうそんなところにいるんですね。これから下りの確信、カニの横ばいです。慎重に下っていきたいと思います。ここはねクライムダウンなんでいいんですよ。まあ、ちょっとなんかなんて言ったらいいんですかね、クライムダウン慣れてきてるんですよね。まあでもとはいえ慎重に行かないといけないですけどね。入りました。赤いペンキのところをめがけて足を探してたら、置き場が右から行きました、左から行きました。割ととにかく赤い便器を足場がはいはい。そこに足入れちゃえば。置き場所を探したらもう。わかりました。一本目と二本目を見つけられたら多分。はい。おぉ、怖いな。もうなんか、俺もふわっと持ってしまうからいけないんですよね。あ、入りました。その後もなかなかですよ。ああ、怖えな。足ブルっとるもん。カニの声来るよ。とんでもねえとこだった。はあ、参ったね。アドバイスもらえてよかった。本当に。あそこは。ああ、ちょっとブルった足。ペンキをね、めがけて足を下ろすっていうポイントですね。はい、ここも高度感のあるはしごです。こんな感じ。ラダーをね、ゆっくり、順手で降りていけば大丈夫なんで、ね、慎重に。足ぶるったぞ、ほんと。こういうの嫌なんだよね。ラダーの間に岩がありだして、ポイント。ほんと嫌だ。で、ラダーはまだね、安心感があるんで。こう降りていけばいいだけなんで。まだ、これ、足が、鎖続くね。まだまだ続く。ここ来るまでそんなに今ここでやっと分かりました。十分怖い。クライムダウンするための足がね、これはやばいっすよね。初めの何回かはいいんで、人をそのうち荒れてきますよね。それくらいにもなる。続で。確かにカニの横ばいをクリアしたっていうね、安心感はありますけど、まだね、平蔵の頭が結構な上りだったような気がするんですよ。あそこは多分筋力必要とするので、ね、普通のハイカーとはね、ハイキングとはちょっと違うんですよね。クライミングなんで、普段やってないんでね。あらあら、気が抜けないです。はい、11番目の鎖が来ました。平蔵の頃、下りです。本当にね、一番怖いのが、慣れから来るね、油断ですね。こういうところだけはね、本当に、もう確信すぎたからってね、慎重さを欠くとね、怪我につながりますんで、しっかりいきたいと思います。滑るんだよね、岩が。登りこっち来たのか。下山はこっち。足がないんだよね、かけれるとこが。な感じなんで。よし、とりあえず、暗闇なんで、行きましょうか。短足は辛いよ。はい、平蔵の頃。おっとっとっと、こういう油断ですよ。クリア。マジ疲れた。12番目の鎖は平蔵の頭です。ここが長い。ひたすら登り、こんなさあ頑張っていきましょうか。もうね、疲れちゃって言葉が出ないです。ツルツルになってる岩が。気をつけないからね、これ。みんなここ同じとこ登るから。岩が、ツルツルになってるよ、これ。これ選択的に、ツルツルじゃないとこ選んでかんと。危ないね。下山なのに登りっていう。あ、ジェライは。もう一箇所でしたっけ、うどんの鎖が。なんか後ろに疲れるとプレッシャーかかっちゃうので、どっかで抜かしてきますか。わかりました。じゃあなんかその辺多分休めるところだと思うんで、はい、登り切ったところでここで大丈夫ですかね。はい、ここで大丈夫です。ここからなんかちょっと調べで怖いんですよね。そこ臭いな、いつも思うけど。ああ、こう臭い、本当に準備しておいてくれないと。雨で潰れだったのがね。気をつけてゆっくり行ってください。はい、何このスラブ。嫌なんですよね。ここなんか儲けるぜ。ちょっとここら辺にも欲しいですよね。そうやね。ぶつれやんもう。本当に。なんこの石。もう石がつるつるなのね。こんなっす。そしてこんなです。すごいやば。さあ慎重に行きましょうか。鎖のね、切り替わるところ注意ですよ。しんどいんだってマジで。疲れちゃった。13番目の鎖ラストです。前剣じゃないか。前剣のもうこれ、いや最後に最後にやりますね。もうヘロヘロなんだけどね。これっすよこれ。今前剣のもうよじ登ってます。これね、今回別山をね歩いて思ったんですけど、直接一つ一つがねめちゃめちゃ怖い。まあ確かにカニの縦ばい横ばい怖いですよ本当に。やっぱり距離が長いんで体力をね奪われるんですよ。全身運動なんでね。なんでここのね、核心はどっちかっていうとね、この目に見えない、疲労っていうね、これが実は一番ポイントだと思います。体力自慢の人はいいかもしれないけどね、特にグループハイクで誰かについてきちゃったようなケース、スピードハイカーにね合わせていくと体力奪われてきますんで、そういうところでね、筋力の低下、疲労による集中力の欠如っていうところがね、一番ね、事故の誘発するポイントになってくると思いますね。とりあえず今、前剣のもうクリアしました。もう、やっぱり、13個目のね、鎖場なんで、もうかなり慣れてきてるっていうのがあるんですけど、それと同時に、もう、完全に疲労困憊なんで、足もだいぶ疲れてきてますし、釣ったりすると怖いですよね。一応山頂でアミノバイタルね、摂取して気休めですけどね、筋力を維持しようかなとしてますけど、本当にこの別山尾根は、侮れんわ。一服剣の登り返しが心臓破りだわ。めちゃくちゃきつかった。剣山荘見えました。ついに、杉沢小屋に、杉沢、テント場。もうダメ。剣山荘で名刺っすよ。もう、モチベーションはそれだけ。最後の、最後の、モチベーション。それだけだ。本当に、体力全部使い切りましたね。やっぱり、何度もね、お話ししてとした通り、ここの別荘のね、一番注意しなきゃいけないのはこの体力ですよね。どんなにね、岩登りのスキルがあっても、このロングのね、アップダウンで体力かなり奪われますし、筋力もね、かなり消耗していきます。なんで、それがね、一瞬のね、隙を生むわけですよ。して、事故にね、繋がっていったりするので、僕はね、今回この参考を通じて、この別山尾根をね、本当に、人食いをね、というふうにね、命名しました。こんなふうにね、つけたら、怒られちゃうかもしれないけど、やっぱりそれだけね、危機感を持って、別山尾根はね、挑まないと、本当に、ハイリスクなルートです。なんかルートのね、鎖場そのもののね、難易度的なところだけをね、捉えればね、そんなにいいランクなんじゃないよっていうような方もいらっしゃるんですけども、この体力の消耗を、合わせて考えていくとですよ、まさに、事故はね、いつ事故が起きてもおかしくない、人食いをね、そのものです。なので、別山尾根にね、チャレンジされる方は、十分、参考経験を積んでですよ、足腰作ってですね、トレーニングを積み重ねて、挑むことが必須じゃないかと思います。しないとね、安易な気持ちで誰かについていって、事故にね、遭う可能性が高くなっていくと思います。今回はね、剣山荘以上になります。剣岳別山尾根13の鎖場まさに人食いよね。なんとか無事下山することができそうです。この参考がね、この参考動画が良かったなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。そしてね、あと高評価、グッドボタンね、合わせていただけると嬉しいです。またいろいろね、経験者の方とかね、これからチャレンジされたい方、具体的に13の鎖場どうだったのか、ね、いろいろと聞きたい方いらっしゃると思いますんで、ぜひね、コメント欄に、コメント入れていただければ、現場の状況をね、回答させていただきたいと思います。はい、それではね、今回は以上になります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。剣山さん戻ってきました。はあ、ご飯にしよう、ご飯に。疲れた。今これ剣山さんでね、カレー注文していただいてるんですけど、これこのね、剣山さんのカレーめちゃくちゃうまいです。ちょっと今まで鏡平がナンバーワンでしたけど、ちょっと剣山荘のカレーナンバーワンに踊り出ましたよ。徳沢園のカレーもいいですけどね、でもなんか今ちょっとめちゃめちゃ空腹のせいか、剣山荘のカレー現時点ナンバーワンです。めちゃくちゃ美味しい、超おすすめですね。